友達一人こんな危ねえ戦いに行かせるわけないじゃない。前作龍が如くセブンから引き続きの登場、春日一番のホームレス時代の良き仲間であり親友とも言うべき存在、難波雄役を演じられます安田顕さんです。難波雄役の安田顕です。よろしくお願いします。みんなハワイは行ってないの、ね、僕はあります。ああ、よかったです。どうでしょうね、0泊3日ってのがあって、ああ0泊3日全然詳しくないしましたね。滞在3時間ってのがありましたけど、誰かハワイ詳しい人いないですか。あ、でも、1週間ぐらいロケで行ったことあったんですけど、その時はプライベートビーチって言って、あ、はいはいはい、あのダイヤモンドヘッドある、はいはい、さっき出たじゃないですか、はいはい、瓜2つです。本当にびっくりしました。でもダイヤモンドヘッドがちょっとわざと似せてなくしてるのかもしれないですね。まあまあね、っていうのもある。井口さん、ハワイないです。ないです。あ、ないですか、はい、こんなこの先いてみんなハワイ、いや、これ問題ですよ、これこのイベントハワイでやりましょうよ。いや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 、ゼロ泊3日、ゼロ泊3日でロケ班舞台が行かれなかった分をね。前作龍が如くセブンにご出演された時、うん、周囲からの評判っていうのはどんなものだったんでしょうか。予想以上です。あ、それはどういった声が多かったですか。なんでしょう、すごいいっぱい出会いがありました。なんか、なんだろう、その同じ世界で働く人たちのかな、あのいわゆるなんか職場行ったりするときに、でバラエティとか、芝居の現場とか行くときに、やっぱりそうですね、あの難波として認識してくださってる方がすごくいらっしゃって、例えばカズレーザーさんとかも、どうもっつって、ちょっと僕用意してきたんで、このビニール傘を持ってもらっていいですか。はい、持ちます。じゃ、僕飛ぶんで、その瞬間を写真に収めたいんです。それ撮って、これ SNS 上げていいですかとか、あとはそのファーストサマーウイカさんが、ものすごくあなたの不安ですと、ありがとうございますって、でも安田さんじゃないんです、うん、私は難波の不安なんです。それぐらいファーストサマーウイカさんとかもすごくついて、そのキャラクターとして刺さってますし、なんかこう長く、まあ長くしても25年、あ、まあ、28年ぐらいですけど、お芝居やらせていただいて、なんか自分のキャラクターが一人歩きするっていうか、まあ、さっき春日さんがあの挨拶している VTR ありましたけど、渥美清さんは寅さんと呼ばれるし、そこに出ている人はガジロって呼ばれるし、おいちゃん、おばちゃんっているんじゃないですか。黒板五郎っていう人がいたり、そういうものが自分が実写として頑張ってきたときに今までなかったことが、このゲームの世界で演じさせていただくことで初めてそういう実感が湧けたってことが嬉しいです。いたしかゆしというか、わかる。しかもこういい風に、いい風に年齢を重ねていくじゃないですか、はいはい、普通いい風に年齢を重ねるためには、うん、節制しなきゃいけないじゃない、はいはい、節制しなくても、これからこの難波ってやつは年を取ったとしてもいい風に年取っていけるんですよ。あの美しくかっこよく年を重ねていってくれるからね。リアルと違って楽でいい。あの前作では主人公の春日一番ともこう、まあ、いろんなことがあってという感じでしたけども、難波というキャラクターは、うん、まあ、の親友にも近い存在になっていきましたけれども、うん、今作この8の収録に際してはどんなご心境で臨まれたんですか。あの7の時はマジかってぐらいの大本領にびっくりしました。ダンボールじゃんこれっていうダンボールぐらいの量が来るので、でもそれは当たり前かと思って、だっていろんな人たちが世界中でこのゲームを楽しみにして、それをプレイするためにずっと待ちわびている人たちを満足させるために、こんだけのストーリーを作るというのは、そりゃそうだろうなっていう
セブンの時はそれがあったんですけど、それはもうそういうもんだと思って取り組めたんですけど、エイトですごく嬉しいのは今ここにいるってことです。なんかゲスト枠じゃないっていう、レギュラーメンバーの一人として、そう、それで呼ばれてるってのがなんとも嬉しいですね。わかるお集まりいただき、そしてご視聴いただきありがとうございます。本当にその国内だけじゃなくて、さまざまな国で、このゲームが、心待ちにしている方々が、これを見てくださっていると思うんですけれども、僕自身もその自分の、経てこなかった世界っていうんですかね、そういった方たちと、このゲームを通じてすごく実生活でつながることができて、なんか新しい世界を見せてもらっているような気がいたします。ぜひ、龍が如く、新作を楽しみに、待っててください。そしてプレイしてください。海外の皆様、オファー待っております。よろしくお願いしますThank you.